で、なぜか彼女と別れたらマンスリー2位ですよ。はい、寝れなくて。ちょっとまゆちゃんといろいろ話し合いました。はい。まあ、会ったりはしてないんだけど、今普通に喋れる関係ぐらいまではなりました。はい、学習するんで、はい、ただそれぐらいのことです。はい、でちょっと眉編はまずゆまるから眉行って、ゆまる戻ってまた眉行ったら、さすがにちょっとどうなの、それはみんなどう思う？そんなことするやついる？でもある意味伝説じゃない？それはゼロワンぐらいっつうか伝説じゃない？最近なんか眉もすごいモテるらしいよ。まあ俺はずっとモテるけど、唯一眉編があるんだったら徒歩旅リベンジ。前眉と付き合ってる時にリタイアしちゃったから、まあリベンジしてもいいのかなとは思うぐらいかな。まあ他の人とデートとかしてるようならもうないですけどね。ということで、別に何の進展もしてないですが、普通に話せる関係にまあ修復できたということを報告しときます。はい、で昨日はみーこちゃんも普通に絡める友達ぐらいまでなってるんで、まあみんなと仲良くね、はい、なれたらなということです。で俺が今一番大切にしてるのは配信だから、それはブレないん で来月もちょっとナイス復活して大きな目標があるんで、まあ、僕はそこに向けて走っていきます。もう恋愛は二の次なんで。はい、で今はね、つかこれを維持できるように、あの養分にもいい刺激をもらって、俺も頑張ろうなってやっぱ思えてるんで、はい、よろしいですか。運転モードなってない、ごめん。でゼロワンガールズ同士は仲良くしてね、まあ、仲良くできないか知らないけど、喧嘩してさ、やっぱ意識し合ってんのかな、あの二人は。配信者だからね、なんかいろいろ気になるのかね。まあ2人ともね、やっぱ思ったことはっきり言えるタイプなんで、ブーちゃんタイプではないからぶつかるんだろうね。上品な子、上品な子なんている？上品な子。
か妊娠芸許せるっていうのは人として許せないけど、まあ配信見る分にはみんなに危害加えないからっていう部分で配信見てるんで、うちのリスナーは許されることじゃないよ。で、あと俺がしつこいの嫌いっていうの知ってるから、しつこくはしてこないんだよ、いつまでもね。でしつこいやつはずっと1年行ってくるけど、まゆちゃんはでも俺のこと褒めてくれないからね、そういうところかな、うん、やっぱ俺の配信が好きで俺の配信支えてくれてる方がいいかな。まあやっぱ自分が配信頑張りたいっていう人とはちょっと難しいと思わない？だ、昨日のみーこは俺の配信を支えようっていう気持ちが多分リスナーに伝わって荒れなかったんだと思うよ。いい子ちゃんって言われてたじゃん。なんかすごいいい人キャンペーンか分かんないけど、シラフだから、シラフの時ああいう子なのか知らないけど、俺に配信つけなつけなとか言って、今まではリスワン撮りたいから配信やらせてっていう子がね、俺に配信つけなつけなってさ、火薬に行ってアンチ増えたから、まあちょっと火薬さんもちょっと短命だったね、ナイスも落ちて、もうちょっと長続きするかだなと思ったけど、一時期800ぐらいって言ったのにもう200ナイスとかでしょ。もう眉も友倒れじゃない、もう。眉はまあ多かったね。相変わらず言いますね。言っていきますよ。はい。俺は、ズバズバ、はっきりと。まあネタないからね、手っ取り早いんじゃない、誰かに絡むと、男に絡むとネタになるから。まあでも失うものは大きいんでね、特に女の子は、男はいいけど。まあ配信時間とかもあるんじゃない。それにしても養分が強いからな。しかも来月あれだって、あの沖縄行くんだって、モンジョリと。もう来月も無理じゃない、モンジョリブーストでしょ。何これ、流されたけど。で、俺が長時間やって分回して1000ナイスぐらい行こうと、ちょっと厳しいでしょ。どうする、毎日ペヤングやるか。毎日ペヤング、それしか勝ち筋がないな。道わかんない、どうしよう、道間違えた、どうしよう、もう疲れたな。モンジョいなくても無理、いやわかんないよ。
どこ行くの？養分拾いに行く。小峠ってなんであんなに強いん？モンジョリリスナーが推してるんだよ。閲覧はそんなに多いわけじゃないでしょ。モンジョリリスナーが例えば朝終わって養分がやってたら、あの養分にポチッと押してずっと見るわけじゃないんだけど、モンジョリ表があるんだよ。モンジョリリスナーっていうのはモンジョリが好きなものは応援するから、それが強いんだよ。あとまあふわっちでもまあ人気あるでしょ。まあね、でちゃんとガチ恋もいるしね。ガチ恋も多いでしょ。そういうのじゃないですか。で好感度っつうか、もう何してもやっぱ信じてるんだよ。うん。閲覧低い。でも突発力もあるよ。やっぱ人の悪口言わしたらね、なかなか右に出るもいないでしょ。あんま本人もね気をつけてるけど、うん、誰かの悪口言わしたら永遠言えるでしょ。あの人は成田議員何なのてめえよ。便乗してくんなよてめえ。仲良くもねえくせに。結婚したんだったらおとなしくしとけや。首突っ込んでくんなよてめえ、元二流ホストがよ。おめえみたいな小物に便乗されるのが一番腹立つんだよ。危ねえな。なんなの？ちょっとこれいつ？細すぎる。道が狭すぎるな。ちなみに養分さん、あれだよ、協定やってる。協定これ左曲がれんのかな。嫁が妊娠してるのに。あ、銀さんとこも妊娠してるんだ。何なの急に。なんかよう電話してきてくんない。何電話してこいっつって。何急に。結婚してプラチナプラスからプラチナに落ちてね、ゴールドに落ちそうだから便乗ですか。やめてね、ほんと。タイトルにまで使わないでくれない。鬱陶しいから。政治もよく鍵つけてそういうのやるよね。政治喧嘩になるよ。もう今あの平和条約組んでるけど、マルコの時からストレス溜まってるよ政治。俺言っちゃうよ。もうお互い言わないっていう平和条約結んでるけど、ちょっと俺もストレス溜まってるから。
まあそれでも Z 界には勝ったんでね、はい、会長ぬさまコンビに勝ちました。はい、みんなの爆投げのおかげでね、ありがとうね。ちょっとそこではマウント取れるかな。はい、アムチンは今から勝ちますよ。みんなって俺が本気出した時負けたとこ見たことある？あ、メガホンくださいね、エキストラと。ちょっと協力してください。いや俺今月本気でマンスリー1狙ってるから。昨日100万ポイント縮めたんで、今日も100万ポイント近くちょっとメガホンで縮めて、とりあえずは追いつくぞ。いけるよな、みんな。前回負けた、前回マンスリー対決勝ったよね。勝ってますよ。あ、初見さんいらっしゃい、ありがとう。仲良くしてな。200万、いや300万差ついてたんで昨日まで。メガホンでいけるから、メガホンで、あとこのエキストラでいけるんで、キリストにかぶせたのは、いやこのラジオのイベントって2つしかなくて、なんか強い方とこっちはイラストだから弱い方にしただけ、うん、あわよくばと思って、そういう理由だよ、うん、キリストは知らん。つかもう最近見てないわ。もうキリストを見なくなっちゃった。なんかタイトルで釣ってるだけっていう、ブロックしてるんだ。でちなみにね、コメントでもポイントになるんですよ、マンスリーポイント。知ってました？7文字以上のコメントでもポイントになってくんですよ。いやそれリスワンだったっけな、なんかコメントも意味あるんだよね。あそれリスワンだっけ、じゃあ勘違いしたかな。まあ無駄なことないってことです。みんなのコメントすら何かしらのポイントになってるってことですよ。お前のお風呂、うん、役立ってますよ、うん、めちゃくちゃ。声戻ってきた？まだ枯れてる。どうしようもないバカ男でも毎日配信頑張ってるんで応援してください、リスナーさん。メガをまとめ投げの方がいいっすね。で100個以上でフォローしてるんで、あ、200個の人もちょっと待ってね、運転中だからフォローできないや。フォローしてほしいっすか、今200個の人。今フォロー安売り中してて、あ、40分ぐらいだからあと20分ぐらい。あ、しなくていいんすか。もぐもぐありがとう、お腹すいた。本当にフォローしてるよ、最近100個以上メガホンくれたらしてますよ。
あ、メガホンないから足しにして、あ、ありがとうございます、パルリスさん、どうも。つかみんなヒゲでさ切っちゃった。こういうのない？ホテルのカミソリしょぼすぎて怪我しちゃったよ。ある？あ、ありがとうございます、メガホン130個ありがとう、フォローするね、どうもどうも。あ、126個、信号変わっちゃう、ありがとうございます。また滅ばしてね、徳宮さん。このペースならいけるでしょ。メガホンない人、ちなみに俺はあのフォロワーランキング見て1000ポイント以上課金した人はしてるよ。1000ポイントって花火2発ぐらいの人はもう何も言われなくてもしてる。右だって、あー間違えた。なんでもっと早く教えてくれないの？これどうするの？道間違えたけど。どっか U ターンできる？もっと早く教えてくださいよ。狭いとこ入ってきた、もう疲れた。やっぱマネージャーいるわ。もう俺も体力が、家の掃除と運転手、もうそれ給料払って雇いたい。コメディドラマってこれ、ありがとうございます、ありがとう、ね、これ大丈夫？道勾配がすごいじゃんねえ、大丈夫？これもう疲れてなった、もうねえ、これさ俺マジで変なとこ入ってきたわ。これバックで戻れる？マジ行き止まりやんけ。いやマジでやべえわ。いややば。やばい、前行っちゃう。名古屋帰りたい。疲れるわ東京。東京にいてもいいことない。もう田舎でのんびり暮らしたい。もう疲れた。うまいな運転、うまかった。運転とセックスはバックがうまいって言われる。
バックで上体を起こしておっぱいを揉みながらやるのが好き。あれ女の子嫌いなんだろうけど、で急に両手を離してバーンみたいなやつがいいんだけど、どうですか。何それ、わかんない。バン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 バーンって手離すみたいなやつ、そういうの。聞きたくない。あ、そう。あ、エッチしたい。ずっとしてないや。100個ありがとう。これ点滅信号だけどいける？これ赤じゃないからね。点滅してるからね。投げたのにフォロー。1306号さん、フォローし、風船投げてくれる？フォローするから。運転中だから止まらないと無理なんだ。風船投げて、フォローするから。ドライブモードの時できないから、エキストラね。はい、フォローしたからフォローしてね。で運転中ちょっと待ってね、ごめんね。でまた詐欺って言われるからやらないと。いやいやいや、運転中はできませんとか分かんない人はそう思うんじゃない、やっぱこいつ詐欺師だなと思われたくないんで。詐欺師だなとか言って自己中のババアとか言うなよ。メガホン100個くれたのに、それ言い過ぎだよ。ありがとうって言ってよ。分からない人も、今来た人とかね。ああ、家系のラーメン食べた後にスタバ飲みたいな。スタバ飲んで、運転中に投げるなバカリスナー。もうブロックね、次君気をつけてね。みんなはリスナーさんでしょ。で俺は俺のリスナーだから、自分のリスナーのようになる、勝手にご意見言っちゃうのやめてね。125個来た、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。